おはよう全ティカ、どうも皆さんおはようございます。より良い全ティカを作るために活動している開封大好きヨシヒロです。今日も京都で9月25日発売の期待の最新セットを全ティカの夜明けに収録されるね、新カードを1枚ずつ丁寧に紹介していこうと思います。というわけで全ティカフォーエバー、まずは白のカードから紹介で、白のカード1枚目がね、フェリタの撤退っていうので、懐かしのね、撤退サイクルがね、これサイクルなのかな、とりあえず1枚だけ公開されましたね。そう、戦乱の全ティカにあったその撤退サイクルが、まあ、レアになって登場して、だいぶね強化されましたね。まあ、4マナのエンチャントで上陸達成のために、まあ、2個から1個選べると。その白の22のあの、ビースト、猫ビーストトークンを1体生成するか、あの、プライチカウンターを全体にばらまきながら、その警戒を安するかっていうので、まあ、そのアンコモンからね、レアに格上げされただけあってね、だいぶあの、強力に作られてますね。まあ、だから何もない戦場でもその土地を出していくだけで、まあ、横にどんどん並べながら、まあ、ある程度並んだらプライチカウンターで強化して殴るっていう感じで、まあ、1枚だけでもね、そのゲームに勝てるようにできてるんで、まあ、だいぶ強いカードですね。で、まあ、これね、特筆すべきはね、まあ、効果も面白いんだけど、まあ、イラストだよね。なんかもう猫がね、めちゃめちゃ自由なのよね。まあ、後ろで駆け回ってたり、なんかリボン見つけて、なんか喜んでる猫がいたり、なんかロケットに乗ってどっか飛んでってるやつがいたりと、まあ、とにかく自由なイラストなんで、その猫っていうのはね、自由な生き物なんでね、その家の中ではしゃいでるみたいな姿が、そのあのね、広大なゼンディガの世界でも、あの、変わることなく、あのね、生き生きとしてるので、まあ、猫好きみたいなのがね、満足する一枚だと思うので、まあ、ぜひね、あの、マジック興味ない方とかでも、これがゼンディガの猫かみたいな感じでね、楽しんでいただけたらいいなと思うフェリダの撤退でした。これサイクルだったらいいね。まあその撤退サイクルなんかその土地が出るだけで2個から選べるから、なんかレアとかでね、強力なあのサイクルとして登場するといいなということで、でもないだろうな。まあ今回もだいぶカード公開終わってるから、まあ今回はね、これサイクルじゃなく多分白1枚だと思う。で、次のカードで、次のカードも、レアのカード、違う、本物のカードだったわ。甲の祝賀者っていう3マナ1のクリーチャーで、他のクリーチャーが、まあ、こいつが戦場出るたびに1点回復すると。まあ、タフ4だからね、そのなんか守りながらライフもゲインしていけるし、で、今回ね、ライフゲインすることで、なんかいろいろね、おまけがつくようなクリーチャーとかも多いので、まあそういう感じで結構使いやすいですね。まあ3ターン目に出てきて相手の攻撃をがっちり止めながら、まあ回復していけるっていうことで、まあこれプラスね、フライヤーとか取れると、その地上をね、止めながらあのフライヤーで殴っていけるんで、まあリミテッドする際は、そうね、後ろ向きな行動ばっかり取ってても結局勝てないので、だからね、それ以外になんか回避能力持ちとかと一緒に使えると、まあ強いカードだと思いました。甲の祝賀者でした。で、これ1点回復はね、結構バカにならないから。で、次のカードが、まあ、あの結構毎度恒例の大物潰しですね。で、前回のね、戦乱のゼンディガーでも大物潰しが収録されてたんですけど、まあ前回そのエルドラージがいた関係もあって、そのパワー4以上のクリーチャーがめちゃめちゃはびこってたから、まあそういうのもあってね、大物潰しは強かったんだけど、まあ今回はそのエルドラージがいないから、パワー4以上って結構いないので、そのパワー4以上はね、その脅威になるクリーチャーだから、あのまあその底を対象に取れるってのはいいんだけど、割とその3のフライヤーとかに困らされてる時とか、それが殺せなくて困るので、だからね、大物潰しはね、意外とね、使い勝手悪かったりするんですよね。で、しかもね、まあ4マナって割と重めなので、そうだからね、まああの、なんだろうな、なんかね、除去はね、やっぱり大事なんだけど、なんかこれはね、意外と強そうに見えて、そうでもないっていうことが多いので、まああの、なんつうなら、なんか脳死で採用するとね、困るカードであるので、まあちょっとよく考えて採用したい除去のカード、大物潰しでした。で、白のカードは以上か。で、次が青のカードの紹介なんですけど、青のカードはね、その衝撃のね、過去最大のあの、ステータスを持つ謎のね、伝説のカニがね、登場しましたね。そう、マジックの今んとこね、あの、最大サイズってのが、まあその、トークンのマリットレイジを除くと、そのエムラクールのね、15-15が最大だと思うんですよね。で、それをね、まあ2も超えるあの、カニがね、まさかの4マナであの、登場と。これすごいよね、エムラクールがさ、そのゼンディガをさ、もうあの、滅ぼしかねないぐらいの感じで暴れてる中、もうこんなやばい生物が海の底に眠ってたかと思うと、そのゼンディガの可能性はもう無限大に広がるような。まあただね、このカニかなりね、あの、なんつうの絶妙な性能で、まあ4マナ017プラス、あの、こいつを呪文取るためのあの、マナコストが2重くなるっていうので、もうほんと超ビビたるに除去耐性持ちながら、まあ能力が3マナ起動であの、プラ X マイナ X 修正を受けれると。で、X は島の総数に等しいっていうので、まあこの起動能力はね、何回も使えるから、まあ何回も使うことで、あの、まあタフネスをね、全部パワーに変換しながら戦うことができるので、まあ結構ね、あの、なんつうんだろうな、あの、いい打点として殴れるんだけど、多分ね、これを見た人はそうは使わないのよね。そう、マジックにはその、方位の塔ドランみたいな、なんかその、タフネスをその、パワーとしてあの、扱うようなクリーチャーとかが多いから、まあ、ああいうのでね、あの、その、4マナあの、17-17相当として使えるね、あの、悪用方法がたくさんあるので、多分これ見た瞬間に思ったのは、まあ、みんなそうなんだろうな。だからその、絶対防御将軍的な感じです。絶対防御将軍ね、俺定期的にこれ例え出してるけど違うんだ。あれあのね、その、守備表示で殴れるけど、3勝者は攻撃なんで、だからあの、ちょっとその例えは違うんだけど、まあ、とりあえずその、タフをね、あの、パワーとして扱うようなカードあの多いから、まあそういうのと合わせて使うことによって、まあ4マナ17セーブとして使えるけど、まあまあでもね、それ、そうやって使う場合はね、この除去耐性として2マナ重くなるっていうのはね、割と悪くないから、まあ4ターン目にね、キャストしながら、で、まあ4ターン目のね、除去なんか、まあ2マナ重くなったらね、結構その、さばきづらいので、まあ17が次のターン
ったらもう間違いなく飛んでくるみたいな感じので、まあ、殴れる可能性はあるから、そうね、ただね、その、今ね、スタンで使える、なんか限界なんとか例っていう、その、タフネスで、ダメージ参照するっていうエンチャントが、まあ、スタンで落ちちゃうんですよね。なんかそのコンボがね、できないので、なんかスタンダードでこれ使おうと思うと、ちょっとなんか今いい相棒はいないんだけど、まあパイオニアとかね、あとまあそのあれかヒストリック、アリーナだったらヒストリックとかで扱えると思うので、まあそういうねタフネス大好きみたいな人はね、そうやって使うといいと思いました。あとなんだっけ、ディミアカラーの神様のフィナックスがそのタフネス分だけライフ、ライブラリー削れるって能力あるから、まあああいうのと合わせてもね、面白いかなと思うカードでした。まあとにかく面白いだけだよね。まあカニが超でかい、ただ面白いっていう、それだけのカードだった。で、次のカードで、次のカードはね、これ10攻ですね。まあ10攻はね、2万のインスタントで戦術にしてワンドローすると、まあだからその激強ドローのその低攻が、まあ、1万の重くなった代わりにインスタントになってるから、その小回りは効くようになってるんだけど、まあ、ちょっと重くなったのがネックっていうカードですね。で、今そのタッサのお告げっていうカードが、まあ、エンチャント瞬速で同じ能力持ちながら、その3マナで、まあ、生きに捧げると戦術にもついてて、で、しかも今、ヨーリオンもいるからっていうので、まあ、だからね、タッサのお告げよりも優れてる部分みたいなのがあんまないんだよね。まあ、インスタントだから、そのインスタントを回収できるだとか、インスタントのマナが軽くなるみたいなカードと使う時にはいいんだけど、まあ、大体そのタッサのお告げが、まあ、その戦術にがね、その終盤とかそのトップ引きしなきゃいけないみたいな時に結構役に立つので、まああれがある限りはこの10攻が、ね、あんま役に立つような気しないんだよな。ただ今回その神話レアで、なんかそのソーサリーカインスタントコピーできるウィザードとかいたんで、まあああいうのと使う際には10攻の方が優れてますね。まあただ大体においてはなんかタッサのお告げの方が優れてるような気がするな。で、次のカードはレアのカードで、これなんだ、敏捷な、道探し。で、この敏捷な道探しは、このターンあなたがウィザードかクレリックか戦士かならずのそのパーティークリーチャーをまあ戦場出してたらブロックされないと、まあめっちゃ地味な誘発があって、で、さらにあなたのターン戦闘開始にフルパーティーだったら、このフルパーティーだったらめちゃめちゃ難しい要求してくるな。このフルパーティーだったら、まあカササギになれるっていうことで、これレアマジで。え、嘘だろ？コモンとかでも許されるレベルじゃない？なんでこいつこんな弱いの？え、恐ろしい弱さなんだけど、大丈夫？え、なんかすごい。なんかもう感動しかない。笠崎ジョージ持っとけよ、こんなんだったら。というわけで、まあ、ブロックされないっていう、まあ、誘発を達成しないと、まあ、攻撃通しづらいから、で、攻撃通さなかったら、そのワンドローもできないからっていうので、すごい欠陥商品、敏捷な道探しでした。ただね、今回そのフルパーティーだったらっていう誘発条件が厳しいけど、そのフルパーティーだったらって達成してた時に、その、おのおのが全部それ達成してると、結構相乗効果がやばいので、なんかね、この手の能力は、なんか思ってるよりかね、強い可能性がね、ちょっとあるかもしれないけど、クリーチャーが4体もね戦場に並ぶっていうシーンがねなんか全然想像できないから、なんかどうだろうな。なんか構築でさ輝いたらいいけどさ、輝く未来が見えないんだよなと。こいつはその輝く輝かない関係なしにすごい足りてないぞ。大丈夫かこいつ。というわけで敏捷な道探しさんでした。で、次のカードでドレイクの休息値って1マナエンチャントでキッカー3マナと、で、これが戦場出た時にキッカーされてた場合22のフライヤートークンが1匹生成されて、で、キッカー、待って、あんたがキッカーされてる呪文を唱えるたびに、まあ、22ドレイクが生成されると。まあ、だから自身だけでそのキッカー払ってなかったら、まあ、ただの置物でそのキッカー呪文が唱えられるたびに、まあ、クリーチャーが生成されるっていうのがあるんだけど、まあ、キッカー払ってると一応その、まあ、出るだけでもその22フライヤーが出るから、で、まあ、その時はね、4マナで22フライヤープラスそのキッカー呪文のたびに、22ドレイク生成っていうので、まあ、かなり悪くない、能力に仕上がってますね。というわけで、まあ、ドレイクの休息値はそのキッカー呪文がどれぐらいあるかって、まあ、結構出揃ってきたから、なんかもうある程度なんかこれがどれぐらい強いかとかって、まあ、考えるには足るぐらいの情報量があるんだけど、どうだろうな。まあ、スタン向けじゃないとは思うんだよな。まあ、そのリミテッド向けにとりあえず入れといて、そのキッカー呪文なんつったら秋タイプみたいなの組む際には結構なんか跳ねるカードだなと思いました。ドレイクの休息値でした。で、次のカード、スカイクレイブのイカ。スカイクレイプのイカは、2マナ3に防衛持ってて、上陸達成でどうせ殴れるようになると。なんかこういうカード多いよな。てか、エルドレインにもいたよな。まあ、2マナ3にでなんか条件達成すると防衛なくなるみたいなので。まあ、というわけでね、パワー3あるから結構2ターン目に出てきて相手のアタック止める分には強そうに見えるんだけど、ただタフ2しかないからね。その21とかね、その辺と相打っちゃうから、なんか守る上で、ね、これ23とかだったらね、ちょっと強かったかもしれないけど、そうだな、まあ、2ターン目に出てくる、まあ、でも殴ることを考えたらまあ3人の方が強いから、ただ出たターンのなんか牽制としては結構弱いので、そのね、スカイクレイブのイカはまあ結構数増し要因だろうな。その上陸達成しないと結局殴れないしね。で、次のカードがタジームの、ランドーマ同士2マナ2-1でキッカー4マナと。で、こいつが戦場出た時にキッカーされてたら、あ、なるほどね。まあ、よくあるその古術師的な能力で、まあ、墓地からソーサリーカインスタント回収できると。で、まあ、その、序盤とかだったら普通にまあ2マナ2-1で出して、その、土終盤とかだったら、まあ、その呪文もね、ある程度墓地超えてると思うので、まあ、回収しながら戦うっていうので、まあ、タジームのランドーマ同士は、どうだろうな。その古術師が4マナでね、なんかまあ、1-2か、あいつは。まあ、だからパワー2だから、結構殴れるっていうのを考えても、ちょっと、
っとなんか重いかな。6マナで2、1で、まあ、墓地からカード1枚返しようね。まあでも選べるね、その選べる選択肢としては悪くないので、まあ覚えておきたいカードで、次のカードで、次のカードこれ何？ペインのペール。ペインのペールは、2マナインスタントで、クリーチャー1匹にマイナー2、マイナー0、あ、全体か、全体にマイナー2、マイナー0修正か、まあ、裏面が土地になってると。あー、でも全体だったら悪くないかな。なんか一瞬古文かなと思ったけど、まあ全体に与えるね、このマイナー2、マイナー0修正っていうのは、そうね、普通は腐るのよ。結構この手のカードってあるんだけど、これがあったら勝ってたな、みたいなね、盤面はね、リミテッドで時々あるのよね。そう、全体マイナー2マイナー0修正打たれると、途端に試合が変わってしまうぞ、みたいなね、盤面は時々あるから、でもそんなカード入れないでしょ、みたいな感じので、その最後全般でね、終わらせるみたいなことは、その無理やり全般で、終わらせるみたいな盤面に、まあ、こういうのはね、ぶっ刺さるから、まあ、土地になるって選択肢を考えると、これ結構いいかもね。普通にその序盤完全に腐ってる時はもう土地としてセットして、土終盤とかトップ引きした時には、相手がね、そのもう完全にこれだったら無理やり押し切れるぞみたいなアタックに対して打ってやることによって、もうその場でね、おだぶつさせてやることができるので、これはね、なかなかいいカードだなと思いました。てか、これがアンコモンっていうのはね、やっぱそのリミテッド向きによく考えられてるね。その普段リミテッドやるプレイヤーだったら、まあこれがアンコモンっていうのもね、すごい頷けると思う。なんか普通にパッと見た感じはコモンかなっていうぐらいの性能だけど。で、次が黒のカードの紹介で、黒のカード1枚目がこのシンワリアの両面カードのカードで、アガディームの覚醒っていう、まあ、トリシン X マナのソーサリーで、あなたの墓地から X マナ以下のクリーチャーをそれぞれマナコストが異なるように、まあ、好きなだけリアニメートできるっていうので、まあ、かなり豪快な能力持ちながら、このシンワリアサイクルは共通の、まあ、裏面がね、3点ライフペイでアンタップインできるっていう、まあ、土地になってますね。まあ、だからね、なんだろう、このサイクル、まあ、これで全部出揃ったんだけど、まあ、黒結構強い方じゃないかな。まあ、でかいの釣ろうと思ったら、まあまあマナコストかかるんだけど、まあ、その複数体リアにできるからね、まあ、かなりアドが取れるので、で、まあ、腐ってる盤面だったら土地とセットしてもいいし、で、しかも本当にアンタップインが必要な時は、まあ、3点ライフは痛いけど、そのアンタップインって選択肢も取れるんで、結構黒強いんじゃないかな。ただね、3点ってね、割とバカにならない数字だから、そうだな、このサイクルがね、どれだけ強いかって分かんないんだよな。普通のゲームで3点ペイっていうのは、本当にどでかいので、今まで、その3点ペイとか4点ペイのカードって、あんま強かったら試しないんですよね。本当ゲームにね、露骨に響く点数なんで。だからね、今回のこれはね、まあ、両面っていうので汎用性が異常に高いんだけど、それ含めてもね、3点ペイっていうのが痛すぎるのか、ただもう両面カードで片方土地っていうののその汎用性の高さっていうのは、もうその3点ペイぐらいは、てかまあ、言うて選択肢があるだけだからね、別に選ばなきゃいいだけの話なんで、なんつうんだろうな、今までのその3点ペイとかよりも、ただ選択肢が広がったっていう方で、その、歓迎されるのかっていうのはね、ちょっと今後のね、活躍を見て決めたいなと思うカードなんで、ちょっとこれ、このサイクルはね、本当にちょっとこれからのね、活躍にめちゃめちゃ期待しております。というわけで、アガディームの覚醒でした。で、次のカードで、次のカードもレアのカードで、これ、影の氷結っていう、まあ、5マナソーサリーで、マナコスト3以下のプレインズウォーカーとクリーチャーを、墓地と戦場から全部追放すると。これね、明らかになんかね、その、なんつうんだろうな、その環境のカードを考えて作られてるんですよね。だから、なんかその、王子だとか、ラクドスサクリファイスのかまどとか、その猫とか、まあそういうのをね、まあかまどは追放できないけど、その猫とかが追放できるので、まあそういうね、めんどくさいそのメカニズムとかそのシステム、まあ王子に至ってもう1枚で完成してるから、ちょっと比べる対象としてあれなんだけど、やっぱこれが、開発されてる段階から、その猫とかが暴走してるなみたいなので、作られたんだけど、まあ猫がね、禁止されちゃったからね。というわけで、ちょっとなんつうの、よくある、そのもう強すぎて対策カードを吸ったんだけど、もう来た時にはもう時すでに遅しでしたっていう感じの、まあ、フェロ起動みたいなカードですね。で、まあ、だから今、これにぶっ刺さるようなカードはないんだけど、とはいえ、5マナで全体除去なんで、どうだろうな。しかも、逃走対戦落ちたら3マナ以下のプリンズウォーカーなんかもいねえし、だから、なんかもう、来た時にはもう遅かったですと言わんばかりの、まあ、その影の氷結でした。これが活躍するかどうかわかんないけど、まあ、5マナの全除去だからね。だからその黒多めのコントロールとか作る際には、普通に活躍するカードになると思います。で、次のカードで、次のカードが2マナの空踊り。3マナ21で瞬速飛行で、まあ、戦場出た時にライライン2枚削れるって、まあ、すごいちっちゃいおまけがついてますね。まあ、ただ3マナ21瞬速なんで、で、しかもならず者だから、なんか結構構築でもワンチャンあるんじゃないかな。その回避能力持って2点で小付けるし、で瞬速だから、まあ、カウンター構えながら、まあ、その選択肢として出すみたいなのもできるので、まあ、ただタフ1だからね、瞬速で出てきてなんか11とか打ち取るみたいなことができないから、そう相打ちになっちゃうので、だ瞬速クリーチャーね、なんかその除去と違って一方取りに行けるっていうのが、まあ、そのブロックに回った時のねすごい強みなんで、まあ、それができないのはねちょっと難点じゃ難点だね。というわけで、まあ、タフ1っていうのがね、まあ、明確にその構築戦においてはね、
痛手になりそうだから、まあ使わなそうな、でもちょっとね、ならずの俊足っていうのはね、魅力なポイントなので、そうね、なんか期待したいカードだけど少し足らないなって感じがしました。なんかアンコムでもうちょっとね、能力があったらきっと強かった。で、次のカードで、次のカードは略奪する破壊層、名前かっこいい、略奪する破壊層は3マナ32で、ライフを回復するたびに対戦相手がライフ1点を失っていくと。あれ結構豪快な能力持ってるね。まあ、今回そのさっきのその白のクリーチャーとかなんかその1点回復みたいなギミックいろいろあると思うんで、そういうのを駆使することによって、まあ3マナ32だから普通に黒のクリーチャーとして全然悪くないスタッツに加えて、ライフを奪っていくシステムを組めるんで、これはなかなかいいカードだなと思いました。まあ、3ターン目にパワー3がね、着陸するっていうのも結構悪くないので。というわけで黒のカードは以上。今回カード少ないので、次は赤のカードで、で、赤はね、昨日1枚しか紹介なかったんだけど、まあ、その代わりにね、今日はレアを含めてなんかいろいろありますね。で、まず1枚目がレアのカードで、ドクロ砕きの突撃者、名前かっこいい。3マナ4、3、キッカー、2マナと。で、トランプル速攻を持ってて、こいつがキッカーされてたらプライチカウンターが1個置かれた状態で出ると。で、終了ステップ開始に、こいつの上にプライチカウンターが置かれていない場合は手札に戻るっていうので、まあそうだね、普通に使ってると、3ターン目に出てくる4-3速攻トランプルなんで、かなりスタッツいいんだけど、その代わりエンドにハンド戻っちゃうから、毎ターン出し直さなきゃいけないんですよね。というわけでめちゃめちゃマナクリムシになっちゃうんだけど、まあキッカー払うと、まあずっと戦場いる上に、まあ5-4トランプルなんで、まあかなり強いですね。まあこれ結構リミテだけじゃなくて、その構築戦とかでもかなり可能性がありそうなクリーチャーじゃないかな。で、このハンドに戻るっていうのも、なんかデメリットばっかりじゃないですよね。その操作リーのその全除去とかでまとめて流されなくなるので、相手からするとね、かなり対処めんどくさいんですよね。だからそのまとめて、その全部流したいのに、あいつはハンド戻ってくし、しかもこいつね、パワー4っていう、結構その全体のライフのその5分の1に、ね、削れるパワー持ってるから、こいつも一緒に流したいんだけど、こいつはハンドに戻っちゃうっていう兼ね合いもあって、なんかコントロール系デッキがある程度まとめてから全流しみたいなのがね、取れなくて、結構このハンドに戻るっていうのはね、なんかメリットとして機能するところが、コントロールデッキ相手には多いので、で、まあ、普通のね、殴り合いだったら、まあ、キッカー払って5-4速攻で殴ってもいいしっていうので、なかなか選択肢が広がる強いカード、ドクロ砕きの突撃者でした。で、次のカードで、次のカードがドクロ砕きのミノタウルス。ドクロ砕きシリーズ多いな。で、ドクロ砕きのミノタウルスは6マナ5-4で、唱えるためのマナコストがパーティー構成につき1減るので、まあ、最安2マナで出てくると。で、速攻持ってると。で、速攻5-4か。まあ、そうね、まあ、パーティーの数参照して、まあ、2マナぐらい減らせればね、まあ、4マナ5-4の速攻になるので、そうね、だから4ターン目に着陸してきて、まあ、5-4速攻が殴ってきたら、もう相手はもう震えるしかないから、だからなんとかしてもパーティーで2マナぐらいは減らしたいよね。というわけで、まあ、アンコモン、まあ、結構強いんじゃないかな。1マナでも減ってればね、なんかいたじゃん。いくさらに、まあ、5マナ、5-5の速攻の、なんか恐竜が。あいつが普通に強かったから、それ考えるとミノタウルスも強いかもしれない。ただね、その4点がね、結構その火力で死ぬんですよね。そう、今回このなんかね、とどろく叱責だっけ。まあ、これを含めて、なんか4点火力みたいなのがあったから、で、これがまあ2マナで、クリーチャーかプリンズウォーカーに4点ダメージ与えるっていうので、まあその追放除去じゃなくなった代わりに、まあプリンズウォーカーも焼けるようになった、まあ溶岩コイルですね。で、これ結構強いじゃない？普通今溶岩コイルが、まああれ追放っていうのを評価されて使われてたのかどっちかわかんないけど、まあプリンズウォーカーに4点はね、まあでも最近のプリンズウォーカーね、プラスした瞬間ね、初期中性がもうその5になるやつ多いから、だからね、4じゃ死なないんだよね。そう、だからね、プリンズウォーカーに4点はね、どうだろうな。何かプラスアルファで殴らないと落ちないので、まあ、ただ普通にクリーチャーをね、4点でどかしながら、殴るっていう動きが、まあ、赤単においてはね、弱くないので、まあ、普通にアンコモンらしい強いカード、まあ、とどろく叱責でした。で、次のカードで、次のカードが、とどろく火花魔導士。なんか、とどろくシリーズと、ドクロクダキシリーズ多いな。で、とどろく火花魔導士は4マナ22で、戦場出た時にもう分かったわ。パーティーの数参照してダメージ与えるのね。というわけで、まあ、最大打点までいったら、フレームターン被るか。最大までってフレームターン被るなの？ちょっと残念じゃない？じゃあプリンズウォーカーにも飛ばせんのね。はい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 。なるほどね。ただ、こいつもあれか、フレームターン被ると同じで、もう飛ばさなきゃいけないんだな。というわけで、自身しかいなかったら、もう自身に火力打ち込んで死ぬっていうので、まあ最近のクリーチャーにしては珍しいね。最近のクリーチャーってさ、そんなバカいなかったから、なんか結構ね、おじさん頭悪いねっていう感じの、まあ、とどろく暇な魔導士でした。そう、だから自身しかいない時に戦場を出すと自身に火力を打ち込んじゃうので、まあ、ただ自身しかいなかったら1点しか食らわないから死ぬことはないんだけど、そうね、なんか自分のフィールドにしかクリーチャーいなかった時にはね、自分のクリーチャーに打ち込まなきゃいけないから、結構それはね、残念な性能だなと思いました。まあ、というわけで赤のカードは以上で、次緑のカードになるんですけど、まあ、緑のカードはね、なんか前回までやたら多かったんで、なんか種切れしたのが今日1枚だけなんですよね。というわけで今日紹介する1枚がこの結束の力っていう緑のソーサリーで、あなたがコントロールしてるクリーチャーの上に、そのプライチカウンターをそのパーティーの構成の数だけ乗っけられると。だから最大1マナで、まあ、4個乗っけられるんだけど、最低は0なんですよね。そう、なんか猫とかに対象取って、パーティー1匹もいなかったら1個も乗らないから、そうだよね。
なんかプラス1とかじゃないもんな。そのパーティーの数をまんまその参照して乗っけるんで。というわけでどうだろうな。まあこれインスタントとかだったらね、バットル的に。とかインスタントは強すぎるから、まあそう、ソーサリーなんだろうけど。うん、というわけで、まあ、そのパーティーをね、うまいこと組めてたら、まあ、2個3個、まあ、最大4個乗っけられると。うん、というわけで、そのリポビタンデーみたいなね、そのファイト一発のイラストなんだけど、多分、このイラストの効果通りだったならば、この手前の女性の、あの、手前側にもね、あの、他にもそのウィザード、あの、なんとならず者みたいな感じので並んでると思うので、なんか拡張絵にした時にね、ちょっと面白いかもしれない。ただ拡張できる部分が、そのもう、あの1センチぐらいしかないから、ちょっと拡張するにはね、ちょっとあの、スペースが足らないけど、なんかこの奥にもね、あの、パーティーがいると思うとね、ちょっとワクワクしてくるよね。というわけで、緑のカード以上でした。で、残りがね、マルチとアーティファクトのカードなんですけど、なんかマルチアーティファクトはね、なかなかでのカードも多くて、まあ、今回もね結構その終わりにねなんか迫力満点のカード紹介ができるんじゃないかなと思っております。はい、というわけで、ね、次がマルチのカードの紹介です。でマルチのカード1枚目がこれカルガの先導者っていうカードで、まあ、3マナ33のその戦士ロードで、でやっぱロードはねもう着陸した瞬間に一気に戦況変わるんですよね。もう全体がプライチ修正かかると思い途端に話変わったぞみたいになるので、だからロードはまあやっぱねその構築リミテッド問わず結構あの強力な存在だし、でこのロードがいるとねそのなんたらデッキっていうのが組めるわけなんですよね。で戦士デッキっていうのはねもうそれこそそのあの切り込み隊長とその増援の時代ぐらいからもう男の子がね興奮する存在としてまあ認知されてるわけなんですよ。だからまあいたじゃないですか、そのあの俺は切り込み隊長を使って戦士デッキが組みたいみたいなので、だから俺戦士デッキが作りたいから開闢入れてんだみたいなので、その地属性しかいないのに開闢出そうとしてる男の子いましたよね。だからそういう子たちがあのそのまま大人になったらねこのカルガの先導者見てまたあの時の熱い気持ちを取り戻したいみたいな感じでマジックやってくれるかもしれないから、だからその仕事職場にいるね同僚とかにこのカルガの先導者を見せつけて今のは戦士デッキがまた組めるぞみたいな感じので、ぜひあの布教してやってください。というわけでカルガの先導者でした。カルガの先導者ね、なんとなくね、ビルマーレみたいな顔してて、結構ね、俺顔好きなんだよね。で、あとなんかこれ伝わるかわかんないけど、なんかあの、声優はね、内田直哉さんが当ててそうな感じがしてます。で、次のカード。で、次のカード。で、次のカードも、マルチのカードで、なんかあの、伝説のシミックカラーのクリーチャーで、若たれし水流、ベラゾール。ベラゾールは2マナ X のクリーチャー、なんかハイドロイド混成体みたいな、マナーコストなんだけど、全然違うんだよな、能力が。これを唱えるために支払われたマナの色1色につきプライチカウンターが乗るってので、もう烈日なんだよね。で、これ烈日じゃなくて、なんか前回のゼンディガーでもあったその修練っていうあのメカニズムでもあるんだよね。だから烈日と修練って全く同じだよな。まあ、というわけでその色マナを参照して、まあ、サイズが上がるから、これ X のかかる部分がないんだよね。その X はただ好きなだけマナが注げるっていうだけで、なんかね、ちょっとあの、メカニズム的に、うんって思うとこなんだけど、まあ、だからま、そのサイズね、一応最低2マナで出せるし、まあ、最大はま、5マナ55みたいな感じで出すっていうのが基本のクリーチャーですね。で、まあ、その分、プライチカウンターが乗って、で、プライチカウンターを、ま、2個外すことによって、その、キッカー呪文を、ま、コピーするってことができるので、なんだろうな。まあ、あの、最速2ターン目に任意として出しときながら、あの、強力なキッカー呪文を唱えたときに、あの、まあ、それをコピーするみたいな動きは結構悪くないので、なんかね、いろいろ待機させておきたいんだけど、デイズだからね、その、前置きできるのはね、1匹だけなんで、そこがね、ちょっとネックなんだよな。というわけで、若たれし水流ベラゾールは、まあ、あの、最低あの2に、あの、最大5を出てきて、で、まあ、2個プライチカウンターを外すことによって、まあ、キッカー呪文をコピーできると、まあ、ただ伝説だから複数台並べられないしっていうので、まあ、能力は面白いんだけどね、まあ、明確にそこがねなんかあのそのメカニズムとしてあの噛み合ってないのでちょっと弱点になるカードだなと思いました。で次がアーティファクトで、アーティファクトがね、まあ、レアのカードがあって、これも完全にねあの僕らのに出てくるジアスなんですよね。でこれツイッターに上がった瞬間から言われてたんですよ、ジアスだジアスだみたいな感じので、でよくあのなんかちょっと似てるだけであの声高らかにそういうの言うやついるじゃないですか。これねバカ似てますね。ちょっとじゃない、もう本当にねあのもう完全にもうジアスですって言ってもう過言ではないです。もう全てが似てる。というわけでも全長 500m の, あのロボットが4マナ44っていうのでまあデカさだけであの全然多分大して強くないんでしょうね。でこいつの能力がまあキッカー3マナ持ってて、でキッカー払われてた場合はプライチカウンターが対戦相手がコントロールしてるその基本じゃない土地1個につき、まあ、プライチカウンターが1個持った状態出ると、まあ、だからその、まあ、下の環境に行けば行くほど基本土地ってまあ使われなくなるんで、あの、まあ、だからねどんどんそのサイズが上がる、まあ、キッカー能力持ってて、で、まあ、スタンにおいてもねその基本土地って並べないから割とキッカー払うことによって、まあ、まあ77とかね88とかもう土終盤とかだったらその10とかも目指せる、まあ、サイズのまあ構築物と。でこれね最後の誘発がかなり変な能力で、呪文の対象になった時にこれを気に捧げてあのこいつのパワー分だけ11のあの構築物トークが出てくると。だからその除去の的にあったら、まあ、除去体制じゃなくてもうそのままね、潔く死ぬんだけど、その代わり分裂するっていうので、で、分裂するとめちゃめちゃめんどくさいから、相手はその除去したくないんだけど、あの除去しないと超でかいやつが殴ってくるっていうので、まあ、かなりめんどくさい存在にはなりますね。そう、追放除去だろうが、バウンス除去だろうが、とにかく何かの対象になったらこいつ分裂するんで、もうビビって。だからね、なんか、まあ、自らね、あえてその分裂させてもいいですよね。で、これって、その、あの、スタック上で、あの、これ、誘発複数回した時って、
その分トークン生成されるのかな。だから例えばこれにショック打ちます、あのこの分裂の誘発を置きますで、あの削る前にもう一回ショック打ちますみたいので、じゃ あ, あのもう一回削る誘発を置きますみたいになったら、これ別にあの削っていなくなってても、あの削ってトークン出すっていう能力はスタックに乗っかってるんで、そうだよね、おそらくそういうことだよね。ということでこれ自発的に削った、あの呪文対象取った方が強いかもしれないな。というわけで、まあ無限の構築物でした。ただサイズ上げて分裂させるみたいなことが、あの能力の関係上できないので、なんかよくあるそのパンプ呪文とか打ってね、でかくするみたいなことができないので、まあそこだけちょっと注意点ではあるカードであります。で次のカードで、次のカードもアーティファクトのカードで、ちょっとでもこれジアース面白すぎるな。いや僕らのがね面白すぎた。もうあの作者本当に好きだわ。あの作者本当に子供をいじめることにおいてはもうあの右に出るものはいないからな。で次のカード、秘宝の薬瓶っていう3マナのアーティファクトで、2マナタップでクリーチャーをサクってワンドローできると。あーなるほどね。ちょっとマナがかかる、まあ、サクってドローに変えれる能力に加えて、クリリックをコントロールしている場合、あなたがコントロールしているクリーチャーが死亡するために1点ドレインと、まあすごいちっちゃい、あのなんつうのおまけだけど、まあ、クリリックがいるとそのサクリであのドローもできてドレインもできると。というわけで、どうだろうな、なんかあの、そうね、てか、なんならこの死亡するたびに1点ドレインっていう方が強くて、上の機動能力がなんか微妙な感じがするな。うん、というわけで、まあ、秘宝の薬瓶は、まあ、いっぱい並べたりすることによってね、そう、トークンが死んだりしても、まあ、ドレインがね、あの、個々に誘発するんで、だから、なんだな、これちょっと構築で使われそうな気がするな。そう、あの、なんか、サクる元がなくても、2万だってちょっとマナーかかるけど、まあ、サクらせることもできるんで、なんか、ハスク系のデッキがね、こういうので、あの、なんか、再来してくるかもしれないなっていうので、なんか、あの、構築戦で結構強そうなカードな気がしますね。で、次のカード。で、次のカードは秘宝のゴーレムと。秘宝のゴーレムは3マナ66と、もうデメリットしか持ちようがないんだけど、対戦相手1人の墓地が8枚以上じゃないと、あ、殴れないと。あ、ただ対戦相手の墓地が8枚あったらもう3マナ66なのね。で、2マナ起動でプレイヤー1人を対象として、あの、ライブラリ2枚削ると。まあ、だから自信だけでも8枚いけるし、てかこれ超強いな。ね、普通に66で、なんか殴れないぞみたいな当選もしながら、こう2枚ずつ削っていったら、そのリミテッドとかだったらね、全然あの2枚ずつでライブラリ空にできるから、あれ今回のさ、この2枚削るみたいなのってさ、普通にさ、LO 戦略、全然できそうだな。なんか、ながらでできそうだな、この感じだと。なんか、似たような感じで、その、ながらで2枚削るようなカード多いから、なんか、長引きそうだったら、その、復活させれないライフ的な感じなので、その、ライブラリをね、削っていくみたいな戦法ありなので、これなかなかいいね。だから、今回ね、あの、LO 戦略みたいなのがもっと意識して組まなきゃいけないのかもしれない。で、次のカード。で、次のカードが、秘宝の斧と。この秘宝のシリーズ最新作の秘宝の斧は、2マナのアーティファクト装備品で、どうせ出た瞬間に、まくっつくと。で、さらに、これが装備されてるクリーチャーはプライチプライ中性受けて、で、それが戦士だったらプラニプライ中性と。おぉ、やっぱアンコモンだけあって強力だね。なんか戦士にくっつけたらさ、2ターン目に出てきて、もうプラニプライ中でしょ。で、普通の装備こそは2万って激辛なのね。これやばいね。これはさ、あの、なんとかしてリミテッドだけじゃなくてさ、構築戦でも使いたいと感じる、なんか久しぶりになんかいい装備品見たなっていう感じで秘宝のものでした。出た瞬間にはっつくのも強いしね、なんか構築戦だったら、あの、このテンポ感のその損のない感じは、まあ、すごいね、あの、有効に活用できそうなんで、これ強いカードだと思いました。で、次、秘宝のシリーズ最新作、秘宝の護符ですね。で、秘宝の護符は、まあ、2マナのアーティファクトで、ソーサリーかインスタントを唱えるたびに、あの、蓄積カウンターが1個乗ると。で、2マナタップで蓄積カウンターを全部取り除くと、クリーチャー1匹を対象として、ダメージ与えるだけ。マジ？なんでこんな弱いの？これ待って、衝撃の弱さなんだけど。え？しかも外れんの？で、クリーチャーにしか問わなくて、で、ソーサリーかインスタントかウィザード呪文で乗るだけ、1個。こんな本体にも飛ぶよな。てか、まあ、いいや、本体休業許しても、プリンズウォーカーにぐらいは飛んでいいだろう。で、しかもこれ2マナいらないだろ、それだったら。というわけで、あの、ダメージを稼ぐための、その、蓄積カウンターを貯めるのも大変だし、あの、2マナかかるし、タップするし、全部なくなるし、あんまダメージ飛ばないし、飛ばす先も限られてるしってので、すごいなんか弱いアンコモンだなと、個人的には思った。あれ、強いのかな、これどうなんだろう。ソーサリーカインさんとかウィザードでしょ。もうなんかもうトラバサミ程度のなんかあの打点しか感じないんだけど、こっから感じるものは。で、次のカード。で、次のカードが、土地かな。そう、アーティファクトは以上で、で、残りがね、土地2枚の紹介で、で、1枚目が、あのね、これ、衝撃の翻訳だったね。そう、ベースキャンプっていう名前の土地があったから、どうやって翻訳されるのかなと思ったら、そのままベースキャンプで。で、能力は、まあ、まずタップインなんですよね。で、無色マナ出せて、で、タップして好きな色一色加えられるんだけど、そのマナは、そのパーティー、あの、スペルか、そのパーティー能力にしか使えないっていうので、そうだな。だからそのパーティー能力を、あの、盛り上げていこうと思うんだったら、これさ、アンタップインで出してほしかったよね。でもその色マナが出んのがちょっとまずいと思うんだったら、なんか1点ペイとかにして、まあ、なんとかこれね、縦置きにしてくんないと、そのクリーチャーをそのあの展開していくって都合と、そのタップインでなんかめちゃめちゃ噛み合い悪いから、だからね、これベースキャンプはね、なんとかしてね、アンタップインにしてほしかったよね。もう本当にね、あの、なんかライフだったらもう全然払うから、なんとかしてね、
アンタップインにしないと、ちょっとね、能力として弱いんじゃないかなと思うけど、一応まあテストプレイとかされてるからね、まあ、これでも問題なかったのかもしれないし、そのなんかそのパーティー4体並べるっていうのが、ちょっと未だかつてない、その、あの、ない目指したところだから、意外と使ってみると、なんか目指せたりするし、で、あの、目指した先にすごい強かったりもするかもしれないから、そういう意味で、あの、ちょっとね、俺がまあ想像で語ってるだけだからね、いざ使ってみると、まあ評価また変わるかもしれない、まあベースキャンプさんでした。まあただイラストいいよね、その、あの、仲間を集めて冒険に出るみたいなのは、もう、大昔からね、もう子供たちが好きだったもんなんで、まあそれを今回そのカードゲームでね、体験できるっていうのは、本当にマジックやったことない人にも、このマジック・ザ・ギャザリングっていうのは仲間を集めて旅に出るゲームなんだって言ったら、もうめちゃめちゃ面白そうだから、だからね、そういうのを、あの、なんつうんだろうな、その前面に押し出してね、あの、これからのプレイヤーに伝えていきたい。で、今日最後の紹介のカードが、まあ、レアの土地で、マキンディの玉座っていうカードで、これはね、偉いのよね、普通にアンタップインで出てきて、で、1マナタップで蓄積カウントを乗っけると。で、タップして蓄積カウントを外すことによって、まあ、好きな色1色を2マナ加えれるっていうので、まあ、その2マナね、出るっていうのはすごい強いんだけど、ただそのマナはキッカー呪文にしか使えないっていうので、まあ、その使える先にあの制限があるんですよね。まあ、ただね、その、まあ、一番はね、ブーストできる部分はね、結構強いから、そのマキンディの玉がね、まあ、普通にアンタップインで出てきて、まあ、色マナはね、その、蓄積カウンターからしか出せないので、そこはネックなんだけど、まあ、その2色ぐらいのデッキだったらね、まあ、難なく採用できるかなっていうことで、その、まあ、結構早いターンからね、そのキッカー呪文ってま、必然的に重くなるから、その重い呪文を、早く打てると、まあ、この一番のタップっていう、そのテンポ損した部分も、取り返せるので、まあ、そういう意味でマキンディの玉座はね、なんか面白ギミックでちょっと使ってみたい感じのカードでありますね。というわけで、まあ、今日のカード紹介でした。まあ、今日のカード紹介ね、ちょっと枚数少なめだったけど、まあ、割とね、個人的に好きなカードが多かったんで、まあ、特にジアースとかね、あの辺はね、かなり好きだったんで、まあそういうのを語れてよかったですね。で、まあ今日が水曜日で、で、明日ね、もうそろそろね、フルスポイラー公開されそうなんだよね。そう、なんか公式ももう種がないのが、その普通のゼンディガニ分けのカードだけじゃなくて、その逃走者のね、カードとかも出してきたんで、まあだからね、そろそろまあ全部ね、出揃ってきた感じがあるので、まあ、もしかしたら明日じゃなくても、もう明後日にはね、全部のカードが公開されて、で、全部のカードが公開された暁には、俺がフルカード紹介みたいな感じので、また1時間半みたいなね、まあ1時間半以内に収めたいけど、超弱のね、クソ長い動画を撮ると思うので、あれとかもね、見ていただけるとね、嬉しいですね。というわけで、カード紹介が終わったんで、まあいつも通りのね、映画紹介をしたいと思います。で、今日紹介する映画はね、なんだろうな。あれだね。俺がま、個人的に好きな映画で、まあ、ジュラシックパークロストワールドですね。まあ、ロストワールドは、そう、ジュラシックパークはね、めちゃめちゃ有名だから見た人多いと思うんですけど、意外とね、ロストワールドになった瞬間にあんまないなっていう人が多い映画で、まあ、これはね、まあ、その正統続編なんですよね。まあ、ジュラシックパークの。まあ、だからその、スピルバーグも絡んでて、結構予算もたくさん使われてて、まあ、恐竜もね、リアルで、迫力満点の映画なんだけど、ね、脚本とかにね、もう荒がすごいのよね。多分、途中でなんかトラブったか、なんかなんつうんだろう、監督が変わったかとか、まあ、そういうのがあったのかし、わかんないけど、なんかね、これ繋がってないなみたいなのが多い映画で、なんかそこを見るのがね、割と楽しいんですよね。そう、子供の時はちょっとした違和感ぐらいにしか感じなかったんだけど、今改めて見ると、なんか違和感感じるところが多くて、まあで、一番ね、特筆すべきはね、ニック・オーエンっていうね、まあその味方サイドのキャラクターがいるんですよね。まあそのジャーナリストのキャラクターなんだけど、こいつがね、ガチサイコパスなんだよね。で、これは多分、なんかその、この行動に至ったゆえんとかが語られてたら別にサイコパスじゃないんだけど、多分そういう部分がね、脚本の兼ね合いだとか、あとそのなんか、映画の尺のね、兼ね合いとかでカットされたりとかで、だからね、こいつ、まあ結構ジュラシック・パーク好きの中では有名なサイコパスとして語り継がれてて、まあどんなキャラクターかっていうと、まあ普通にそのジャーナリストで、まあ、その新しいものをその取ってその世に伝えたいみたいので、まあ、そのあれイスラソルナ島に行く、まあ、普通の青年なんですけど、まあ、途中でねそのインジェン社がまあ恐竜を捕まえてそのサンディエゴで新しくそのジュラシックパークをやろうみたいなので、まあ、捕まえてるその恐竜を見つけるわけなんですよね。でそれをまあそのジョン・ハモンドにやめさせろっていうのでまあ来てる関係もあって、なんかその恐竜を逃がそうとするんだけど、それもう普通に鍵だけ外してみんながそのパーティーで寝静まってるわけじゃないけど集まってるところに普通に鍵外すからもう恐竜大暴走しちゃうわけなんだよね。だからあれまあ誰も死人出てなかったからよかったけど平気でなんか10人15人ぐらい死にそうな大混乱を引き起こしてるからまずあれがあいつのサイコパスポイント1ポイントなんですよね。でまあサイコパスポイント2で言うとまあこれねちょっとまあ俺個人的なので共感してもらえるかわかんないんですけどまあその途中 T-Rex の親子に襲われてまあニックたちのそのトレーラーがまあ崖の下に沈められちゃうんですよね。だからそのインジェのグループもまあそのニックがやったからなんだけどそのニックがその恐竜逃がしたせいでまあ機材が全部ダメになって島から出れないし、でまあそのニックたち一行もそのトレーラーが海に沈んだからもう助けも呼べないしってのでまあみんなでその島に缶詰になっちゃうんですよ。でまあその助けてもらったらいいけどお前らのせいでその機材が全部なくなったいやお前らがその恐竜を持ち出そうとするからこうなったんだってまあ言い合いが始まってまあかなりその険悪なムードからまあ冒険が始まるんだけど、まあ朝になって。
みんなでその山を道歩いてる時に、そのインデンのリーダーの、ローランドっていうのに話しかけるんですよね。まあ、気さくな感じで。まあ、昨日はあんなになんか、すごい、険悪だったのに、なんかいきなり、そんな風に話しかけるんだっていうので、まあ、仲良くすんのかなと思ったんですよね。なんか、その銃は、なんかどんななんだいとか、あなたは何の目的でここに来たんだいって感じで、優しく話しかけて、あれなんかこれ、ちょっと打ち解けようとしてんのかなと思ったら、最後、島から出た時に、そのローランドの銃から弾を2発抜き取ってやったみたいなので、なんかもう、生き死に関わる。しかもあれで結構ね、ローランドね、ワンチャン死にかけてたかもしれないのに、なんかその、気まぐれであいつの銃から弾を抜き取るってね、暴挙に出るんですよね。まあ、だから、なんかね、もう、なんでそういう行動にを行ったのかがね、なんか、要所要所でわかんなくて、で、なんだろうな、なんか、その作中別に悪いキャラとして描かれてないからこそ結構気持ち悪いですよね。なんか変なやつとして描かれてたら、まあなんかサイコパスなんだなって思うけど、普通の好青年として描かれてるのに、なんか行動の道理が全然わけわかんなくて、でなんか報いを受けて、もう死にそうな、もうその死亡フラグで言うともう 120% みたいな盤面あるんだけど、そこでも死ななくて、で結構物語に絡んだキャラクターなのに、そのラスト30分ぐらいでは突然フェードアウトしてっていうので、とにかくねニックはねかなり謎なんだよね。だからね、そのニックをねもうすごい掘り下げたいんだけどまあというわけでね、まあジュラシックパークロストワールドっていうか、このニック・オーエンっていうね面白いキャラクターがいるっていう、まあその紹介でした。まあ気になった方はねぜひ見てみてください。まあ昔見た人とかでも改めて見るとなんかあらすごいんですよこの映画。なんかベロキラプトルに襲われる人とかでも、その飛び出す前からもう上見てうわーって叫びながらその1秒後ぐらいに飛んでくるっていうので、なんかカットのつなぎがおかしかったりするところとかもなんかたくさんあるのであとそのなんかサンディエゴにその T-Rex が来た時とかでも、船の人全員死んでるけど、T-Rex が暴れても、その T-Rex そんな手先器用じゃないからさ、その部屋の中に手突っ込んでさ、人食ってそこに戻すみたいなことできないから、ああいう死に方しないはずなのよ。だからね、何かとね、なんか本当にね、突っ込みどころが多いけど、ただ恐竜は本当にね、リアルに描かれてて、俺恐竜大好きなんで、だからね、もうそんなことはね、どうでもいいのよ。だからジュラシックパークロストワールドとかも、ジュラシックパーク3とかも、その恐竜が大迫力で、リアリティで見れるっていうだけで素晴らしい作品なので、まあジュラシックパーク、まあロストワールド、まあその3とかもね、素晴らしいので、よかったら見てみてください。というわけで今日の映画紹介でした。まあ今日のはね、なんかかなり話まとまってなくて、完全パッションで話しちゃったけど、まあ伝わる人いると思うので、まあそういう人がね、コメントとかでね、なんか俺もわかるみたいな感じなのでね、返事くれると嬉しいです。まあ、そんな感じで、まあ、今日のカード紹介&まあ映画紹介でした。で、これ本当にね、もう、X はパーティーの数であるぐらい聞き飽きたと思うんだけど、まあ、そのコメントいただけるとね、翌日のモチベーションになるので、まあ、ほんと一言とかでもね、まあ、最近だったらもう聞いたことがね、その言語のコメントとかもあったぐらい、もう自由にコメントしてもらってるんですけど、まあ、なんでもいいからね、コメントもらえると、なんかそれ読んで、まあ、翌日もやろうっていうやる気になるので、まあ、よかったらね、なんか一言とかでもね、あると嬉しいので、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは多分ね、次回か、まあ、その次ぐらいがね、ラストになると思うんだけど、まあ、今回はね、最後まで走り抜けたいと思うので、最後までね、応援していただけると嬉しいです。それでは皆さん、明日か明後日のカード紹介でまたお会いしましょう。さよなら。